はい、大和郡山市にやってまいりました。こちらマホロバ健康パークでは前回に引き続き高田鉄道模型クラブの方たちが、子どもたちが乗れる鉄道を運営しておられるということで行ってみたいと思います。それでは出発進行。はい、マホロバファミリー鉄道の方にやってまいりました。あれ、先ほど高田でお会いされた米田さんですよね。あ、はい、そうです。前回お世話になった高田鉄道模型クラブの方がおられました。こちらも来てはるんですね。我々マホロバ健康パークの方からですね、はい、依頼を受けまして、県からの依頼を受けましてですね、高田鉄道模型クラブがですね、こちらのマホロバファミリー鉄道というとこちらの施設を運営しております。今度は先ほどの N ゲージに比べてドーンとでかくなりましたが、こちらどんなサイズになりますか？レール幅が13センチ弱ですので、10分の1、実物10分の1ぐらいの大きさになります。ここは言うたら、お子たちが乗って楽しむということなんですが、いろいろな車両が止まってますね。はい、こちらにはすごくリアルな近鉄、はい、8000系ですね。ね、はい、そして島風が止まってて、はい、新幹線が2パターン、はい、ほう、これは大人は乗れないんですか？乗れるんですよ。乗れるんです。一番、モデルのケースが3歳5歳の子供の後ろにお父さんが、なるほどね、はい、一緒に乗るわけ。一緒に乗って写真をバチッと撮って、はい、インスタ映えさせるというような、はあはあ、これ乗らせてもらってもいいですか？はい、大丈夫です。あ、はい、ますか。乗っていただきます。ぜひ乗りたいです、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。マホロバ健康パークの中にあるこちらは関西では最大級、手作りのミニ鉄道に乗れる子ども向けの施設です。ですが車両や線路などが本格的とあって、大人のてっちゃんでも十分楽しめるということです。それでは8000系に乗り込みたいと思います。いや久しぶりだ、こんな無インチに乗るなんて。されてる。出発進行。おお、伝わってくる線路から。おお、もう本物の鉄道、リアル。やっぱり車輪の塩梅、線路の塩梅がすごいですよ。おお、音がいいな。すごい。コースは1周およそ350メートル、単線のローカル鉄道に乗っているような感覚で、およそ5分間のんびり走りを楽しめます。風を感じながらのミニ鉄道乗車体験は、親子が一緒になって遊べるレジャーとしておすすめです。わかる、めっちゃいいですね。おお、いや乗り応えがあるな、これは楽しいですよ。ダイレクトに揺れもあるし、向こうの方のカーブでちょっと関東を感じました。関東、関東っていうのはちょっとだけこうね、内側に傾くようにちゃんと動床がしたかったんですよ。すごいポイントも成功にできてるしね、すごいですねこれ。そして今回特別に日曜限定のある車両を見せてもらいました。うわー、 SL すごいな。こんにちは。いや立派な SL です ね。あ、やっぱり熱い。これセギタンはですね、はい、どんなタイミングでどれだけ入れるとか、1周するごとに大体4杯から5杯近く、これぐらい、これを4杯から5杯ぐらい必要です。はい、こうやってね、入れていくわけなんです。1周するのに大体こうやって1、2、3で、運転するだけでしたらね、はい、誰でもここを左へちょっと回したらちゃんと動いて、で右へいっぱいに回したら止まってっていう操作だけなんです。これなんです。へえ、はい、アクセルみたいなもので。あ、そうなんですか。はい、実はこのミニ SL 乗れるだけではないんです。およそ3時間の講習を受けると、お客さん自らが運転できるという特別な体験プランがあります。
その感じです。ちょっと早いね。ゆっくりしましょうか。ドレーン入ってください。さんもこれ。入ってますけどね。はい。じゃあもう閉じてください。ミニ SL に乗れるだけでも貴重なのに運転までできるとは、もうてっちゃん冥利につきます。マホロバファミリー鉄道のレールのすぐそばに近鉄橿原線の線路があるため、時には鉄道同士がすれ違うこともあるんです。贅沢ですねこれ。うわすごい一周できた。止まるのはちょっと安全にお願いします。はい、はい、到着しました。ありがとうございました。うわSLを運転できるなんてSLがこんな感じで、乗れるというのは、すごくびっくりですし、貴重な経験ができるところだと思います。実に成功にできたこのミニSL、今度は私の中で撮り鉄魂がふつふつと湧いてきました。蒸気機関車を運転させてもらいましたが、今度は撮って、楽しみたいと思います。今ちょうど西日もええ感じなので、あれを受ける、もうちょっと東側に行ったら、光線をええ感じに演出できるポイントがあると思うので行ってみたいと思います。ここちゃうかな、ちょうどここで待ってたらいい塩梅になると思います。電車すごい、すごい、あいい感じ、まるで本間ものように、あ動き出したね、動き出しましたね。あいい感じ、光りましたね。SL の側面がギラッとした写真が見事に撮れました。さらにマホロバファミリー鉄道ならではという撮り鉄におすすめの撮影ポイントがあるということで教えていただきました。うちの島風とですね、はい、ミニ島風と本物の島風が、4時51分通過で、ここでちょうど並走するんですね。橿原線の線路沿いなので。そうなんです。京都駅の島風と並ぶと、はい並ぶんです。それをねもうベストショットで撮るっていうのがなかなか難しいんですよ。あなるほど、はい、これは今何を見てはるんですか。近鉄のアプリなんですけれども、これが京都駅島風なんですね、はい、今どこにいるか分かるわけなんです。あなるほど、これは今リアルタイムが分かるんですね、はい、今便利な時代になってですね、はい、本当に並走しやすくなりました。なるほど、はい、あ来た来ましたね。おおどうだどうだどうなる。うわ新吉さん、あ来ました。行けましたか。後追いも取れたな。あ確かにそれも。ここがベストの並びではあったけど、このこと被りましたね。これ後追いです。ここはなかなか楽しいですね。いろんな楽しみ方ができるということがすごい分かりました。はい、本日は高田鉄道模型クラブの皆様の活躍をいろいろ見たり乗ったりで運転もさせてもらって体験させてもらいましたが、いろいろご苦労も終わりだと思いますが、はい、子供さんの笑顔を見てお父さんも喜んでっていうようなね、ご家庭をもう一つでもどんどん作っていきたいと考えております。大和高田の鉄道模型クラブの皆さんがいろいろと努力をされて鉄道の魅力を伝えようということで、ぜひ皆さんにも来ていただきたいと思います。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。来てねー。